はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーです。今回はね、まあ、ジャパニーズウイスキーということで。ボストンクラブの淡麗原酒です。昔飲んだあの、ボストンクラブの、芳醇なんちゃらかんちゃら、黒いやつですね。まあ、あれとは別の、あの、もう一個の種類のやつですね、ボストンクラブ。うん。こちらはですね、アルコール度数が37度と、まあ、変わってないですね。ですが、容量も変わってないです。640ml。すっきり美味しい淡麗原酒。ボストンクラブ淡麗原酒は、その柔らかい口当たりとすっきりとした味わいが特徴です。どんな料理にも相性よく、食事との調和を楽しめます。熟成地が、富士五殿蒸留所。これあれですね。富士山麓と同じ蒸留所ですね。仕込み水は、モルトウイスキー、グレーンウイスキーともに、富士伏流水を使用と。まあ、キリンですね。これは。結構ね、ウイスキーはね、キリンのね、やつは美味しいです。個人的に。富士山麓もあったでしょ？で、ボストンクラブのも結構美味しいです。安いし。値段これ780円だったかな。安い。うん。で、あと、キリンのやつだと、フォアローゼズとかね。も好きですし。うん。ね。といったとこで。ね。では、飲んでいきたいと。ストレートでいただきたいと思います。ちょっとキリンのね、ホームページちょっと見ましょうか。それじゃあ乾杯。まあ、キリンビール。まあ、キリンといえばキリンビール。一番搾りを筆頭にですね、俺が好きなのはキリンラガービールとクラシックラガービール。まあ、一番搾りは好きじゃないんですが、一番搾りスタウト。そしてハートランドもあり、そして最強のキリンブラウマイスターがあり、そしてあとはギネスがありますね。ドラフトギネス。個人的にあれなんじゃないか。有名メーカーで一番好きかもしれないな。一番好きなのが多い気がする。ね、ウイスキーだと、まあ、俺ジャパニーズウイスキーしか飲まないんで、フォアローゼズシリーズと IW ハーパー、ハーパーゴールドメダル。これ飲んでみたいですね。あの、バーボンですけど。で、富士山麓美味しかった。で、あとボストンクラブシリーズですね。あと、ジン。のギルビージン、俺がギルビー、あの、ジンの中で一番大好きな、ギルビージンシリーズ。そしてゴードンジン。そしてタンカレー。もうこれキリンですね。タンカレーシリーズ。そしてスミノフ。そしてあと、マイヤーズのダークラム。おー。マジかよ。こんなにキリンって美味しい銘柄多かったんだな。って改めて思いますね。あと、梅酒。メルシャン。メルシャンシリーズがこれ、あれですね。キリンの、あれなんで、マッコイ梅酒。これ美味しいです。うん。あと、チューハイは氷結シリーズ。そして、本絞りシリーズが美味しいですね。残念なことに、あの、クソまずかった、ドライリッキーシリーズも入ってますけど、これはもうクソまずいです。ね。あと、スミノフとか、ウォッカのスミノフとかですかね。有名なんだとね。こんなとこでしょうか。うん。で、問題の、このボストンクラブ淡麗原酒を、ストレートでいただきます。乾杯。ああ。
いや、でも結構美味しいですよ。ボストンクラブの、もう一個の方、茶色い方に比べると、いや、どうだろう。ちょっとごめん、あんまり、ボストンクラブの芳醇原酒の方の、あれ、味を覚えてないんだけど。でも、淡麗っていうほど淡麗でもないと思う。もう思えないこともないですね。難しい。結構アルコール感がドカッときますけど、それは多分芳醇原酒も同じだった気がするんですよね。ボストンクラブ。でも結構甘さがあるんで、甘さがありますね、これね。ちょっとボストンクラブでググってみましょうか。なんか、有力な情報が、有益な情報があるかもしれない。ボストンクラブ、ブログを見ましょうか。誰かの。ここに何も書いてなかった。ボストンクラブ4リットル、4リッターのやつもありますね。でもね、基本的にボストンクラブは、この淡麗原酒よかは、茶色い方の芳醇原酒の方が人気があるらしいですね。にちゃんでもね、淡麗よかは、芳醇の方がうまいという、ね、ランキング付けされてました。ので、どうだったかな？まあでも、ね、780円という値段で買える、ね、ウイスキーはなかなか、ない、といった感じなんで、まあ、しかも富士五殿蒸留所ですからね。富士山麓と同じ。まあ、富士山麓が 600ml なんで、まあ、ね、という感じでしょうか。まあ、でも、まあ、若干甘さがあるんで、割と飲みやすい。んだけど、なおかつ、なんかちょっとピリピリっとくる、ね、アルコールの感覚があるんで。で、なんでボストンクラブでググると、なんかやけに女子プロレスが出てくるんです。プロレスの画像がやけに出てくるけど、なんか技ってボストンクラブっていう技があるの？ちょっとわかんないですけど。あれ？え、ボストンクラブって、芳醇原酒の方 40% だったっけ？アルコール度数。あ、これ37度ですね。こっちの方が低いんだ。はぁ。なんだ、茶色い方が、アルコール度数40度っぽいですよ。あ、マジか。
どっちも同じだと思ってた。あ、37度だって。多分、あえて低くしたんでしょうね。わかんないけど。うん。あー、37度か。でも37度にしてはやけにやっぱり、ね、淡麗だからこそ、その、あれが来るね。アルコールの感覚がボカッと来るね。うん。それでも、37度でも結構アルコール感があるから。これは。うん。やっぱそこは淡麗という感じなんでしょうかね。ああ。で、多分ね、あんまりコクがないんじゃないかな。やっぱり、舌に残る感じがあんまりないんじゃない。うん。まあ、あるとしても、あの、アルコールの感覚、ウイスキーの味ではなく、アルコールの感覚。アルコールの味っていう感じでですかね。ほう。うん。まあでも、美味しいですよ。うん。普通に。うん。ただ美味しいんだけど、いかんせんなんか特徴をあげろって言われると、別に大した特徴もないかな、という感覚はありますね。うん。特徴って言われてもね、ん?って感じですけど。別に飲みやすくもないし、かといって飲みにくくもない。で、アルコール度数37度を思わせないほどの、アルコール感はあるのは特徴といえば特徴なんですかね。普通に40度のアルコール度数、ウイスキーを飲んでると変わらない感じはするんですけど。うん。まあ、難しいですね。まあ、これは、やっぱり、若干辛いかな、という感じはするんですけど、やっぱコクというか、深みみたいなのがあんまりないウイスキーかな、と。うん。いう感じですね。ドライ。やっぱドライな。淡麗な。うん。やっぱ芳醇原酒の方がうまいと思うな。うん。やっぱり。うん。ボストンクラブは。淡麗原酒はこれ、どちらかっつうとこれ、あれだろう。ここにも書いてある通り、どんな料理にも相性が良く、食事との調和が楽しめるって書いてるから。まあ、食中酒みたいな感じになるんですかね。うん。そういうことでしょうね。だからハイボールとかにするのがおすすめなんじゃねえの?ストレートに飲むよか。うん。とは思いますよ。やっぱり。やっぱ飲みやすさ。その、ね。うん。コクというか、そういうのが混じりっ気がないからこそ、の、飲みやすさ、食事との合わせやすさ、という意味を込めて、やっぱり、ね、ハイボールとかで飲むのが美味しいんではないでしょうかね。うん。そういうことで、俺は三つ星をつけます。うん。あまり、正直言うと、まあ、うん、まあまあ、うん、まあ、まあ、ペーペーぐらいかなという。うん、ペーペーペーの、ペーぐらいですね。うん、これは。ということで、ご視聴ありがとうございました。